続いては自分の眠っている状態を知ることができるというこちら。この装置、高感度マイクでいびきや寝息の音を拾って、赤外線センサーで体の動きを感知するんです。私も実際に寝るときに使ってみました、うん、あ、こうやって枕元に置くだけでいいんですね。そうなんです。1時間を過ぎた頃、いびきですね、東さん。ちょっとね、恥ずかしいですね、ごめんなさいね。いびきは数十秒間無音状態が続くと、睡眠時無呼吸症候群の恐れがあります。私の場合は、一定レベルで音が続いていました。じゃあ呼吸は止まっていないということですね。立たない方がいいんでしょうけどね。一方、こちらは体の動きのグラフ。ほとんど動かない時間帯が数回ありました。そうですね、まあ、とても深い眠りの時、動きがなくなると言われていまして、確かにこの日の翌朝、すっきりと目覚めることができました。眠っている時のことって自分ではなかなか分かりませんから、こういったものがあると一つ目安になっていいかもしれませんね。東さん、ちゃんと眠れているようでよかったです、ね。